しやすい花なんだけどね。木も選ばない。アプレット。今日何件ぐらい回るんですか？今日はね、650件。地域の住宅を一軒一軒回り、ポストに何かを投函していきます。フリーペーパー、地域新聞です。通常の新聞の半分のサイズで、地域で人気の飲食店やフリーマーケットのイベント情報などを紹介しています。この地域新聞は全国的には知られていませんが、千葉県の北西部では毎週8割以上の世帯に配達されているため、抜群の知名度があります。お金を取られるのかなってちょっと心配したりとかしてましたけど、あ、いいんだなと思って、それから主人も楽しみにしていて、帰ってきたら必ずこう届いてたよって見せてあげて。地域新聞を発行している地域新聞社は千葉県に本社があります。各地域にレポーターがいまして、大体120人ぐらいエリアにいるんですけども、その方たちがこうネタを探してきてくれて、そこから細かい地域情報が集まってきて、それを掲載するっていうのが強みでずっとやってます。通常のフリーペーパーとの最大の違いは、地域を市町村単位よりも細かく設定していることです。自転車で移動できる範囲、3万世帯を一区切りとして、地域新聞は毎週55種類作られています。そうなんです。私の場合は千葉市に住んでいるんですが、八千代市が近いんですね。で、その八千代市の情報っていうのがすごく盛りだくさん入っているので、じゃあ今度ここ行ってみようかなとか、そういうことに役立てることが多いですね。昭和59年の創刊当時、2万部だった発行部数は、平成28年現在200万部を超えています。千葉県でトップを走るフリーペーパーです。しかし、その道のりは決して平坦ではありませんでした。幼稚園の子供に体育を教えることしか知りませんから、営業の仕方はわからない、原稿の書き方、もちろん記事取材の仕方もわからない、経営そのものが分かっていないんです。ここまで来れたというのは本当に奇跡のような3万世帯のためのフリーペーパー、地域新聞、どのように地域活性化につながっているのか、現場を取材しました。千葉県の北西部に位置する船橋市、地域新聞社の本社があります。主な事業は地域新聞の発行で、平成27年度の売り上げは35億円。支社は千葉県に9カ所、埼玉県に1カ所あります。売上の多くは地域新聞の紙面に掲載する広告収入です。そのため、社員170名のうち6割が営業職です。営業の現場に同行しました。この日は地元の空手教室との打ち合わせです。やりたいというお声はいただいてますので、細かい地域の中でどの地域に出して、あとはその広告の内容をどういうふうに打ち出すかっていうのを打ち合わせさせていただく、時間をいただいてます。あ、お世話になります、地域新聞です。広告掲載料はおよそ2万円から、1世帯につき1円が基本です。地域新聞がエリアを細かく設定しているのは、地域の人が広告を出しやすい金額になるからでもあります。まあ、だからこの字を小さくして、はい、キャッチフレーズをちょっと、そうですね、ね、なんか入れて、キャッチコピーこちらで考えてみましたね。前は一月ごとに入れてたんですけど、ちょっと飽きちゃうかなっていうのがあって、ちょっとこのとこ大事な月、入ってもらえるっていう月により多く入れるようにして、
効果はですね、空節する時もあるんですけどいろんな考案出してくれたり、まあ、そういうところは結構密着型でね、よかったと思います。まあ、例えば今インターネットとかでお客様呼ぶ方法ってたくさんあると思いますし、それはそれですごいいい商品だなって思うんですけれども、まあ、実際お店に来店いただく、要は最終的な利用者っていうんですかね、はい、利用するお客様は自ら調べる人だけじゃないんですよ。気になってるけど調べる術を知らなかったり、あとは調べようと思ってて調べないでいたりとかっていう方たちがたくさんいる中で、地域新聞はもう毎週泥臭く情報をポストの中に届けていますので、まあ、そういったところからするとこう利用者からするとこう受け身の情報なんですけども、あ、気になってたお店だっていう形で、そういった出会いで来店を促せる。地域新聞は犬小屋とガレージ以外は全てお合言葉に手配りをしています。ポスメイトと呼ばれる配布員の多くが担当エリアの住民で、総勢3000名を超えます。普通の新聞と異なり、朝早く配る必要はありません。木曜日か金曜日の日の出から日没までに配ればよく、1人平均500件を回ります。地域新聞のエリア拡大は地域に雇用を生み出していることも見逃せません。写真を先日プレゼントした。本当運動しながら金もらってね、最高だなと思ったよ。マイペースだしね。9割以上の世帯に届く地域新聞、そのインフラは行政も活用しています。市役所と一緒に千葉市 の市民の日企画っていうのをコンセプト号で全般でやったことがあるんですけど、それが一番印象に残ってます。うちは民間の企業なんですけれども、県の事業ができた、市の事業ができたっていうのはすごい嬉しかったですね。例えば全世帯に情報伝達したいといってもですね、今はなかなかそういう手段がないというところで、当社は、まあ、地域新聞という媒体を配っている特性上ですね、非常に短期間で、かつ、確実にその、配布もしくは情報を伝達できるというところに関してはですね、非常に高い評価をしていただいたんですね。地域新聞の誕生は昭和59年にまで遡ります。社長の近間さんです。近間さんは体育大学を卒業後、幼稚園児に体育を教える会社に就職。30歳の時にフリーペーパーの存在を雑誌でたまたま知ります。もともと企業願望があった近間さんは、これなら自分でもできるだろうと自信を持って地域新聞社を立ち上げます。ところがフリーペーパーというその概念そのものみんな分かっていませんので、何これっていう反応でしたね。でこういうものを始めました、ですから広告載せていただけませんか。まあ100件いて100件ダメですね。でお金はもう用意したお金はすぐなくなりますし、カツカツ、本当に1円もお金がなくなりますのでね。で1歳と3歳の娘もいてということで、実は会社よりも生活ができるかどうかのがはるかに問題でしたね。それでも近間さんは諦めませんでした。朝から晩まで広告の営業に明け暮れ、やがて声をかけてくれるお店が現れます。飛び込んだらいいよと付き合ってくれた、布団屋さんとか、これが確か初めての広告ですし、それから行広告、当社では一口広告という言い方してますけれど、一行いくらという広告、これ電話で入ってきたんです。うちの犬が子供を産んだのでそれを差し上げたいという内容でした。今でも覚えてます。こうして起業から半年後、当時近間さんの自宅があった八千代市で地域新聞が創刊されます。地域新聞という名前は誰でも覚えやすいという理由でつけました。発行部数は22,000部、記事は近間さんが一人で書きました。
その頃からの配布をしてくださる方々を募集して一軒一軒配ってくれたんです。花見川団地に住んでいましたから、その3階まで、つまり私たちが住んでいる今に取りに来てくれたんです。そこで自分の配る分を持って、それから出発していくと。そういう人たちが配っていただけるだけじゃなくて、お店を紹介してくれたりとか、みんなでそういうふうにこう作り上げてきたわけですね。地域新聞の読者ターゲットは創刊以来主婦層です。フリーマーケットがどこにあるとか、ちょっとした情報が欲しかったね。そうですね、地域新聞の記事を見て、私八千代のマラソン、新川のマラソン大会に家族で出るようになりました。新しいお店の情報だったり、クーポンとかもついてたりするので、お得な情報が載ってるなと、いつも楽しみに待ってます。はい、その地域の中で消費活動をしているのは女性なんですね。男性は会社の周りでやっぱり生活をしていますから、はい、で土日はお休みだとしますと、奥様があそこ行きましょうよというふうに誘いますから、男性は地域のことを実はよく知っていません。だから女性が情報を収集して、そしてご主人に教える。創刊の翌年には発行部数は10万部を超えます。その後も順調に拡大していきますが、10年後に倒産の危機を迎えます。バブル経済の崩壊により、1年で広告収入が半分にまで落ち込みます。社員給料が払えませんから、みんな辞めていきます。25人いた社員が4人まで減ります。私と私の妻と親戚の男の子とパートのおばさんで、そこからなんとか踏ん張ってこう売り上げが伸びていきます。利益も出始めます。でこの時に私のやる気がなくなるんです。要するに良くなって、この地獄のような状態をかいくぐるとですね、物欲がなくなってしまうんですね。それでもう自分のために会社やりたくないなっていう気持ちになって、で、まあ、一冊の本を手にすることになります。この本の中に、自分以外の誰かのために役に立つという行為こそは最も生きていく上で価値のあることだということが書いてあるんです。私はもうその地獄の日々を過ごしているためにすごく素直になってるわけです。だからスッとその言葉が入るんですね。当社の今の経営理念、人の役に立つが誕生したんです。その後、近間さんは徐々に営業の現場を退きます。人の役に立つという経営理念を社員や就職活動中の学生に伝えることが自分の大きな役割だと考えるようになったからです。説明会で当社の代表取締役の近間の話を聞いた段階で、一緒のところで働きたいなというのが一番強く思いましたね。社長はもう創業者ですので、もうカリスマ性も強く、もう本当にみんな、社長が好きで入社してますので、社長と一緒に仕事をやりたいという形でみんな楽しんでやってくれてると思います。32年前、近間さんが一人で始めた地域新聞。今、エリアは埼玉県にまで広がり、発行部数は200万部を超えています。事業を拡大していくという事業欲ではなく、役に立つ範囲を広げていくのが私のミッションだというふうに思ったんですね。と10万部しか配っていない。と隣の家は入ってないということは、その隣のお家のお役には立ってないんですよ。だったら拡大するしかないよね。地域新聞社の取り組みは、株式会社の事業として成り立っていることが大きな成果であり、その継続性は出ては消えるフリーペーパーとは一線を画していると高く評価され、平成27年度ふるさとづくり大賞を受賞しました。でよく言うんですけど、日本というのは地域の連続なんですよね。よく考えると、その一点で地域新聞を発行したわけです。それを1点、2点、3点と広げていくと、それは結局理論的には日本全部を元気にする可能性があるわけです。3万世帯のメディア地域新聞、今後役に立つ地域の数がさらに広がっていくことが期待されます。